市、はい、ミネラルザワールド in 横浜ディスプレイ完了しました。今回もすごいです。ルーマニアの選手だったりで、イリノイのフローライト、そしてジンバブエのブルーユークレスのルースですね。ルースたくさんあります。それからこちら一点物ばかりですね、チャーリーホールさんのコレクションですが、何百点というほど並んでます。一点物が多いんでね、ぜひ楽しめると思います。そしてフローライト各種、それから、エメラルドであったりガーレットナイトであったりハライト、そしてこの辺がタンザナイトですね。これが人気のアマゾナイト。それからずらっとイリノイのね、素晴らしいフローライトが綺麗に並んでますね。これバルゼルクですね。これも全部イリノイです。それからトルマリン各種、ブラジル産ばっかりです。この辺は水晶が並んでて、でこれがねユークレスのね、ジンバブエの決勝ですね。決勝コロンビアでブラジルのユークレスです。そしてこれもチャーリーホールさんのずっと一点物が並んで、そしてこの棚ですね、美しい鉱物ばかりです。ベニトアイトであったりレッドベリルであったりね、全体的にこのような感じです。そして、最後エチオピアオファールですね。色のすごいのばかりをここに集めてあります。これもツーソン新着ですね。かなり派手な色ばかりです。はい、というわけでミネラルズワールドイン横浜、よろしくお願いいたします。